さあということで今ですね瀬戸さんの知るお店にですねちょっとご飯を食べようかと思って進んでますけれども、とにかく新宿混んでますね。めちゃめちゃ混んでるというところで、この雑踏の中皆さんが耐えられるかどうか。すごい人でしょ。どうですか新宿は。これがアルタです。タモリですよ。タモリ。ここいるんですか。いいともをやってるスタジオがここです。スタジオ。10時に来ると芸能人が。そう。はい、ここがアルタでございます。タモリがいます。はい。今新宿に到着しました。なんとですね、アルタ前で瀬戸さんが瀬戸さんですかって声かけられてましたね。いやー最近ね増えてきましたね。そういうのいやーもう有名人じゃないですかすっかり。いやいやいや、もうちょっと対応できるようにちゃんと練習しておきます。でもムネさんには気づいてなかったみたいですね。いやでもムネさん僕は多分気づいてたと思うんですけどね。ムネさんにはちょっと声かけて、あ、かけにくかったんですかね。多分そのまま行っちゃいましたね。あーなるほどなるほど。北海道動画見てくれるって言ってたんで。あ、本当ですか。北海道動画じゃない、この動画。この動画、このシリーズ。あ、この大阪シリーズ。竜が如くの感じ。そうですそうです。街そうですそうです。歌舞伎町です。ああ、なるほどね。そういう、そう、そういう捉え方ね。はいはい、そうか、ゲーム上の。そうそうそう。ああ、すごいところに来ました。こちら、ここは新宿です。今プレイステーションでやっていた。今までだと新宿って普通にあるじゃないですか。だけどね、こう上さんの北海道から来ての意見だと竜が如くゲーム、これのねイメージみたいな、これとぴったりっていうことで、すごい驚いてましたね。はい、今ですね、晩ご飯食べに行きます。こちらが僕が東京でお世話になるひよみさんです。ひよみさん、はい、バイクの方です。ひよみちゃんです。ひよみちゃんです。ひよみちゃん、バイク仲間。はい、バイク仲間です。北海道で一緒にしてました。はい、で、瀬戸さん、そして秋田さんの4人で晩ご飯食べたいと思います。はい、それではいただきます。はい、行きましょう。では、東京の乾杯。乾杯。いただきます。絶対ね、目の当たりにして今もうすごく驚いてる光景ですよね。いやこれは不思議不思議な光景が繰り広げてる。美味しい美味しい美味しい。ちょっとその最後の出来たいからもうちょっと集まって。じゃあウロンちゃんを。ウロン写真に撮られております。入る。はい、めでたく記念撮影終わりましたよ。